お疲れ様でござんす。はい、おたけび G のチャンネルへようこそ。ということで、今回はですね、ウクライナと、ロシア、もう戦争終わっちゃっていいんじゃないかなと思うんですが、なかなか、このゼレンスキーの方が、どっちかというと、まだまだやりたいというか、やらされているというか、そういう感じだと思うんですが、勝手にそう思ってるんですけど、とにかくですね、今回のこの動画は、プーチンとゼレンスキーは、やっぱり大違いだよね、全然違うよねっていうような内容です。ですね、ウクライナ東部、はい、ここをですね、ロシア軍が、ほぼもう制圧したと、もう収めたというような、感じになっている、今日この頃。ところが、いくつかニュースが、舞い込んできまして、一つはですね、イギリス、はい、ここイギリス、このおたけび G が住んでいるイギリス、ここで、ボリス・ジョンソンが、また変なこと言ってます。要は、このウクライナの首都、キーウ、キエフね、キエフ、はい、もうキーウって言わないとダメなんでしょ？なんかわかんないけど、でもいいや、キエフ、はい、キエフ、そこを、ウクライナ軍の、頑張りによって、ロシア軍がそこを撤退したと。でも、それがゆえに、ロシア軍が、東部ウクライナに集中して、やっちゃった。だから結果的に、ロシア軍が、東部を、収めてしまったような状況になっている。これはまずい！まずいぞ、良くないぞ！と、ボリス・ジョンソンが言っております。だからこそ、もっともっと、ウクライナに、軍事支援をしなければいけない！これは、不可欠だ！って言ってます。バカなのか？このイギリスのボリス・ジョンソン。もともとバカなんですけどね。まずこれが一つ。さてさて、もう一つ、気になるところ。ですね、これもイギリスのミラーだったかな。ミラーっていう新聞だったと思うんですけど、やっぱりプーチンは、病気だと。もうそれもですね、もう重い、いくつかの病気にかかってると。で、癌じゃないかと。そして余命は2年、3年じゃないのかと言われてるような。そして目に来てる。目が見えない。なかなか目が見えない。だから演説とかの、書いてるものもですね、むちゃくちゃ、大きい字で書いてるみたいな。いや、それただの老眼じゃないのかなと思うんですけど、とにかく、それで、手の痺れとか、足のなんか痺れとかなんかも、もうなんかいろいろ体にガタガタしてるぞ。もうプーチンは、もう2年か3年でもう命はないんじゃないか！だったらさ、もうこれ以上、プーチン追い詰めなくてもいいんじゃないの？じゃあ自爆するんでしょ？自分で病気で死んじゃうんでしょ？じゃあそれでいいじゃん。なんで、ロシアとかプーチン追い詰めるの？意味不明だなっていうニュースもあります。はい。そしてもう一つ気になるの。気になるニュース。ゼレンスキー。はい。ゼレン君がですね。東ウクライナどこだったかな？ちょっとこの辺りに出してきますね。東ウクライナの、ある町にですね、行っちゃって、ウクライナ軍の兵士を激励したと。頑張れ！頑張ってくれよ！もう君たちの働きにはもう、むちゃくちゃ！ありがたい！頑張って！ウクライナのために頑張って！みたいな感じで、激励したと。なんでこのタイミングで行っちゃったのかっていうと、これ、おたけび G も前回動画出しましたけど、もうですね、ウクライナ軍が、いや、もういいよ、もうやりたくない、もうやめた、もうしない、もう何もしない、だってもう何の援助もないし、もう指令とか命令とかも何の連絡も来ないし、もう何なの、俺たち何なのって、もう銃器もないし、もう無理、体張って戦うのって俺たちだけ？何それ？みたいな感じの動画ありましたよね。はい。だから、多分ビビってもう、やっべえぞ、これは、出向いてちょっとやっとかないとちょっとまずいんじゃないかって言われたんでしょうね、誰かに。でもって言ったんでしょう。遅いよ、今頃言っても。はい。そしてですね、ここからが大事なところです。プーチンと、ゼレンスキー、大違い、何が大違いかっていうようなことです。ここ最近の話なんですけど、プーチン大統領がある病院を訪問しました。要はロシア軍で負傷を負って傷を負ったその兵士をお見舞いというか、激励というか、ありがとうねサンキューベルマッチって、ロシア語だから、サンキューベルマッチってには言わないけど、とにかく、ありがとうみたいな感じで、激励に行ったというような記事がありました。そして、その時にですね、プーチンもいろいろ聞くわけですね。君たちは、負傷を負って、今ここにいるけれど、それでも、これからも、ロシア、この国のために、頑張ってくれるか。そうするとですね、その兵士が、もちろんですもちろんですみたいな感じの内容なんですね。はい。ちょっと画像っていうか、写真をちょっとこの辺りに載っけていきます。そして、一方、ゼレンスキー。もう、ちょっと前ですね、これね。かなり前に、病院を訪問してます。彼も病院を訪問してます。その時にですね、じゃ
がどんな感じかっていうとですね、もうなんかですね、その 傷を負った兵士ですね、この携帯を持ってなんか一緒にあの社名でこう一緒にハイポーズカチャッとかね、あのピースとかですね、あのイエーイとかですね、そんな感じのノリで、あの写真撮って、なんか写真撮影会かお前みたいな感じの、あの内容でしたね。チャラいんですよ、チャラいんですよ。まあとりあえずこれ見てください、あの画像を。ゼレンスキーの病院訪問、プーチンの病院訪問、この顔つきとかですね、プーチンの顔つきとか、ゼレンスキーのこのチャラチャラしてる顔つきとか、あの見てください、見てください。敬意を持って兵隊さんにあのありがとうっていう感謝をこう思う一大統領、目つきとか顔つきとか違うんですよ。そのプーチンがいい人だ善人だって言ってるわけじゃないんです。これ気持ちの問題ですね。国のために頑張ってくれた兵士に対してのこの敬意を払う表情、これがプーチンはできている、ある、うん、男やのって思っちゃうんですけど、ゼレン君、あれダメだ、ダメだよ。毎日毎日キャバクラ行ってさ、何いいことばっかり言って、とにかくモテたいなみたいな、俺金持ってるしみたいな、俺権力者だし、なんかいなかったら何でも言ってみたいな、チャラ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 してる、なんかね、そういうのと同じタイプですね。なんか話は違うか、まあいいや、とにかく違うでしょ、全然。日本の皆さん、別にロシアを擁護するための動画ではございません。ただ気づいてほしい、ゼレン君ただのチャラ男です、チャラ男です、チャラ男です。以上、バッキュー、自分で言っちゃった。